錦山がここに？ああ、遥は東城会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。冴の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ私。どうしたの遥ちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのになんで連れて行ってくれないの。私お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい遥、このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから。私と妻、お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか。